ね、今日は箸置きの話。今日は箸置きは私がおすすめなのはこのネットで買った、裏はこうなってて表はこうなってて、お箸とスプーンとかフォークとかこういうのをこうやって置ける。あとはこれはドラえもん、つるんとしてて洗いやすくて裏も穴が開いてなくてこういうのにね、あったりして、あと家ではこういうことだけど、もらったお店のお箸、私の好きな弁当屋さんの箸、こういうのはお店の名前が見えるようにこうやって3分の1ぐらいこうやって折って折って、ここに山を作って端っこ両方山にして、折り紙で簡単に折り紙で箸置きを作って、こうすると箸置きになります。この間もらった高級のお寿司の箸置きもこうやって名前が見えるようにして、こう硬い紙だとここ折れないからちょっと広がってきやすいんだけど、折れるなら折った方が広がりにくい、で立っていられるので自立できる箸置き、そしたらこう名前、お店の名前も見えるようになって、箸置き食べ方が綺麗だと選ばれると思うので、私はこうやって使っていますよ。おすすめです。